ダメなんだ。どうぞ、座ってください。しっかり片付いてるし、想像通り。いや、一生懸命今日だけ片付したんですよ。誕生日のプレゼント。はい。これカバンからだ。そうだね。あ、そうです、ちょうど。まあ、なんだろうな。まあ、もうね、出すところで終わりますかね。これ、これどうすんの？誕生日でしょ。おめでとう。あ、誕生日。あ、ありがとう。あんまり使わないかもだけど。いや、大事に使わせてもらうよ。で、あんまりにする。はい。で、物自体はね、出しても大丈夫なので、なんか、普通にボールペンか、ペンでいいです。ペン。で、なんか、こう、社長がいろんな中も、物が入って、なんか、決め付きなので、まあ、軽くこう、持ってる、そんな感じで。中身はね、レーザーポインターとか、かなりよくわかんない。はい。ありがとうと、まあ、ちょっと間があって、でここは先に、ユイが告白をします。はい、はい、両方ともは好きなんですけど、先に、はい、先手を打ちましたって感じですね。私と真剣に付き合ってください。あ、言っちゃった。でも私風俗者なのに。そういう告白は男の方からするもんでしょ。風俗嬢でも何も関係ないよ。こちらこそよろしく。そうですね。そこで携わしが入ってくる。で、僕からいけないからね。僕はなんか積極的じゃない。童貞、素人童貞だ。こんな素人童貞がいるのかっていう素人童貞。多分お金を貯め込んでるね。そういうのにかまけてなかったので、雰囲気的には、まあ、明るい、物おじしない、まあ能天気というかね、まあ自由人な感じです。はい、一番爆発するのがこのお店のプレーなんで、の会話が一番爆発してるんで、ここではまあ、ね、一応まあデートもしてますんで、でまあ年上好きということで今回は放ったっていうことね。はい、でまあ、好きになったきっかけというと、お店の中で、彼女としては意外とこうなんか渋い感じで。お、ちょっと珍しくいい客来たじゃんっていう、うん、まだかっこよくはないんだけど、これは原石かもって感じですね。原石。はい、で、佐々木さんは、これまた陸なりになってるけど、佐々木さんとしては、まあ、久しぶりにこうにこやかに楽しい時間を過ごせる人だなっていう感じで、恋になってる感じです。うん、なので、本当はデートに至るまでっていうのは、どっちかっていうと、佐々木さんよりも、片野側の方がなんかこう、うん、やりみしやだとかそういう感じで迫るんだけど、うん、私もいやちょっと待ってみたいな感じになって、で、まあ、告白というかデートしましょうよっていうことを、うん、同時に言っちゃったら、なんだお互いそうだったんですねみたいな感じになってデートをしてここに来るわけです。で、このさっきのデートのシーンからここまでっていうのも結構離れてます。もう結構デートしてます。はい。はい、なので。もう別にいいんです。告白して大丈夫です。はい、ソフトクリーム食っていきなりここじゃないんで大丈夫です。さすがにそう、さすがにそれはないので。はい、さすが。一回一回で終わるね。本当はでも今からやるか。そうですね。そうですね。うん、結婚経験のある人がこう一人しかいないんで、なんとか。成り立やるときは真剣にやろうぜと。成り立り。いや、いいですよ。立ちから。立ちから。うん。で、上からピョピョエー、ピョピョエーって。で、まあ、こう、綺麗だよって聞いたら、ふわーって言いました。幸せな感じでやりました。
でしばらくは立ちでやって、で、もう脱げないのでそろそろっていう感じでこう脱がせるところまでいったら一回カット割って、ほどいてほどいてパッサーを取ります。でパッサーを取ったらまたこっちへと、はい、少し慣れたんだから近くは伸びるのよ、頑張ってね。コントロール覚えた、分かる、私も分かる、やっぱごめんって思って、ます、突然の音とかでも無理だったな、それに近かったよ今ね、夕方人一倍びくってなる、あ、音ね、結構映画が弱くなってる人だ、弁護士バッジもありません、お、あるの天秤、あ、しかもパンしかない、パンと面白い、いや、これを第一陣で持ってきましたみたいなことになればいいなと思いますけど、これ、これ次、サラダあるわよみたいな、でももう寝落ちしてるじゃないですか、しっかり行こうかな、これは、これ、はい、あ、じゃあ、忘れ物をつってバッチをつけてあげるの、結構出ましょうか、え結構なんか手間ですよ、ね、まあまあそこは待って、まあ待ってね、ちょっと、うん、すっごいモリモリさん食べる、遅刻はダメだよ、一人3本ずつぐらい食べるよ、うん、めっちゃモリモリパン食べる、カバンを持っていきますか、サーキさんのサーキさんカバンを、ビジネスバッグ的な、ビジネスバッグいますかね、社長のバッグでいいですか、公務員的な、ヨンマちゃんを外さないとダメですよ、ヨンマちゃんを外してください、ヨンマさんの中に入れとけばいいんじゃないですか、あ、なるほど、ヨンマちゃんちょっとまずいんです、モザイク入っちゃうんで外してください、モザイクないのかな、ヨンマちゃんまあ、エロいことに使わなければモザイクを使わないと実は昔から憧れてはいたが、実家が大変な時に弁護士さんに助けてもらってね、でも私が慣れるもんじゃないなと思ってでも、もういい年だけどやっぱり諦めたくないです、はい、すいません、さっきのそういうのすぐハウスキングね、私弁護士とかよくわからないんですけど、こんな大変なのはいいか、やっぱり国家試験を見てられると思いましたね、大丈夫、きっとなれるよ弁護士、そうだね、せっかくゆいさんも応援してくれるんだから、私ももっと頑張る、床がダメぐらい、そうだ、じゃあ私が佐々木さんを元気づけてあげるね、こんなことしかできないから申し訳ないことで、それは途中から主観で、はい、兄さんと真剣に向き合わなくてはいけないと思って佐々木さん、これ見ないからするかダンディーイケメンなんかすごい、なんかもうちょっといいセリフ、ダンディーイケメン、ダンディーイケメンのおじさんだけでも、そこは一人言のようにつぶやく感じなので、ダンディーイケメン、なんかもっとなんかおっさんずらダンディーイケメン、何言っとる、うん、結構渋いとか、渋い、渋かっこいい、渋かっこいい、なんか言葉がない方がいいんじゃない逆に言ったら、まあ、普通の形容詞顔で表現してください、心の中でみんなでお辞儀入れてもらえばいい、私と結婚してほしい、イーさん、いや、イーさん、結婚もう、ユイとずっと一緒にいたいんだ、ダメかな、はい、こんな私でよろしければ、カーテンにこんな感じで、これ3つ一応日替わりで、1個目はノリノリのユイがじゃあ
ってこう やろうかなとするんだけど、佐々木さんの方が話をそらしてなんか雑談をしようとする。これ1個目、次1個2個目、私この地域ではナンバーワンなのかな。じゃあ3つ目いきましょう。3つ目は最初はお互い、外向いてる、お互い外向いてるで、こっちできっかけをポンと出すので、そしたらくるっと向く、向き合う、向き合う、向き合うで、ここに見えるかな、で、ほいってやったら、同時にデート行きたい、デートしてくださいって言うんですかね、あの二人同時にいきなりデートしてください、ね、はい、デートしてください、あ、見せてください、はい、デートしてください、はい、で、笑顔になるって感じですね、はい、で、なんかこうオーバーアクションしますかね、こう明るい女の子、なんだもん、なんだもん、一回やったじゃん。私は入ってくる、はい、で動きはもう自由にもうどんどん動いてもカメラがガンガン動いてつくので、はい、もうなるべく動きが大きい方がいいかな。いろんな楽しい動き、適当にマッサージをうん、陶芸マッサージとキスとアナルナメと、あのやることは通常のヘルスプレーみたいな感じなんだけど、それの多分、ね、ちょっとすごいバージョンがあるんですよね。でアナルナメで陶芸をアナルナメはあのもうグイってやってもいいし、あ、それやめてほしい、グイはだ、じゃ あの四つん這いやってキュッと向かせて、四つん這いになってキュッと向かせて、四つん這いになってなってって、四つん這いになってみたいな感じで、マッサージはもう背面、マッサージできると、でマッサージはもうほんと短めで、あの基本的に風俗なんでマッサージはそんな本物じゃないんで、この人マッサージ、キス、あ、キス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 、キちょっと忘れ物してるよ。でピッピッ。もうでアップのカード、ようやく弁護士になれたんだから遅刻と忘れ物ダメでしょ。そうだね。頑張ってね、あなた。なんだっけ。なんだっけ。ああ、もう時間ない、急がなきゃ。じゃあ行ってくるね。行ってらっしゃい、気をつけてね。な感じですね。はいはい。意外と頭取れなかった。さすがですね。何でだろう。取って。うん、取るよ。編み込みに埋め込んだからかな。編み込み。編み込みのところに埋め込んだから。で。痛い場所で引っかかってる。で。逆に埋め込まれちゃって痛いのか。開けせない。部屋にも取っちゃって痛くて。あ、閉じた、うん、枕の下に隠したソフト。